まあ、数も多いですし、はい、精度も高いですからね。そうなんですよね、はい。さあここで取りました、小野から足元、鎌田またいで黒川が、黒川のシュート、大宮先制、14分黒川、試合が動きました、マックファイブスタジアム大宮。いや素晴らしい、このいい守備からこの攻撃、これ1人する、はい、2人するしてるんですよね、あれだけやられるとちょっと北九州 の守備陣は厳しいでしょうね、はい、完全食いついてますからね、まあ、その分黒川が、まあ、フリーに近い形になりまして、まあ、あれぐらいフリーだとね。